こんにゃくに見えるんだ、確かに。そんな奇抜すぎるものだったんですここに来てこんにゃくです家で事情を知ってる人ほとんどいないからそうなんですよ。いで、そう、IKKOさんみたいに知ってくれてれば、うん、動画でそれ拡散しますよ。でもね、テレビを使うことの大変さ。いや、そうそうそう。本来だったらね、マグロだって。いや、そうそう。経営が。いや、そうですね。大変ですね、本当寿司やって。ねのに。あ、欲しいっす、はい、
僕も温かいです、はい、やっぱなんか鶏のなんか風味があると落ち着く。わかる、すごいわかる。この時ですから結構濃いめに味付けするんですね。うん、まあ、僕が酒飲みなんでちょっと濃いめが好きですね。はい、まあ、お酒は基本的に薄いんでつまみはちょっとメリハリの部分が多いですね。なるほど、うまいです。家でやるんですか？いや、見せず、見せずみんな帰ったら。今はいないけど、僕からはないです。ちょっとこう、なんかがいい先輩とか言うと、あの、やらせてくださいとか、もうちょいこう持ってって、今もいないんじゃないか、いるかな。俺も人生に温かいくらい美味しい。エビ、はい、まあ、基本的に今日私したものではお出しは持ってます。エビとかも他の魚で、で人数分でも詰めるんで、だいぶ飛びに、うん、お客さんに教授って言われます。一組もいいから。いや、マジうまいっす、これ。まだ結婚は来年ですね。おそれほど、彼女と今、10年近く付き合って、14歳から付き合ってるんですけど、昨日唐突に、来年の春とは、あなたの親に両方まずついてきて、今夏ぐらいには両方合わせして、今結婚式してると、すごい楽しかったんで。それプロポーズは一応これは12月21日が彼女が誕生日なんですよ。だから結婚記念日もそこにしようと思って、12月の頭にプロポーズして12月25日に席を入れて、そのノリでいいだろうと思ってます。そしたら両家顔合わせたの式だ。あ、じゃあ結果向こうから。そうそうそう、向こうからもう言われて、慌てて昨日婚約指輪発注しました。めでたい。どちらしても来年しようと思ってたんで、良かったんですけど、なんかこうやつぎ林にこうやつぎ林にこうね、なんか言われると、あ、そんな計画だったんだと。結婚それで全然想像するもんじゃなかった。いや、そう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 。そう、でもそれをギャーって言われた時に、逆にプロポーズしなくていいんだって思ったんですよ。でも、やんなかったらやんなかったら、ね、まあね、それはそう。だから絶対そうそうそう、もう、形でしょ。最悪そうですね。え、今、恵比寿にも。あ、そうなんですよ。11月1日に恵比寿に3店舗目を。めっちゃ儲かってすごい。いやいや、儲かってないです。儲かってないんすよ、それが。本当にこれ何なんですか。ほうじ茶。いや、美味しいな。あ、いや、手作りで。これも大体1人1人ぐらいから今日1って言われます。アイス今日1ってやばいですね。いや、まだ手作りだから嬉しいですよ。でも俺今日マグロうまかったな。あ、マグロうまかった。ありがとうございます。やっこったなぁ。いっぱい食べましたっけ。この2日間走り切りましたわ。お疲れ様でした。もうゴールしましたね。優秀の美容、優秀の美容。基本のコースは全部で1万9000円。安い、安いですね。1万円台ってね、国に19万円だから1万8000円です。ああ、そう、あ、うちと一緒だ、全く一緒か。うちとケイタさんと一緒か。でもこれで3万円って言ったらこの相手いっぱいあるでしょ。これで2万円って言ったら安いですよ。